はい、ワッツアップ山本です。私は今福島空港に来ております。本日お届けする動画はフライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報フライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。郡山からバスに乗ってやってきました。その様子も少しだけお届けいたします。どうぞ。本日は特急福島空港リムジンバスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは中央工業団地を経由して福島空港まで参ります。福島空港までの所要時間は40分の予定です。今回は ANA のフライトを使いまして東京羽田空港に行きたいと思います。先日2月13日に福島県沖で発生した地震の影響により新幹線が今一部不通になっておりまして、その臨時便という扱いでここ福島空港と羽田空港を結ぶ便ができております。昨今の地震で被害に遭われた方、心よりお見舞い申し上げます。今回のこの羽田から福島というのは2011年の東日本大震災の時も臨時便が運行されまして、それ以来の10年ぶりの臨時便の運行になりまして、私が本日搭乗する便がこの福島から東京、東京福島の最終便になります。正真正銘の最終便になりまして、明日以降は仙台から東京、この区間はしばらく新幹線が復旧するまでは続くそうです。今回どのようなフライトになるのでしょうか。東京からのフライトが着陸する時間になりますので、この着陸を見届けてからチェックインの作業を進めていきたいと思います。それでは建物の中に入っていきます。行ってきます。10年前の東日本大震災の時の救難救助の拠点になったということで福島空港が紹介されておりました。そしてこの福島空港国際線ターミナルもございます。こちら到着口なんですけれども、ただいまもちろん国際線運行しておりませんので、国際線ターミナルの空調は停止しておりますということで、入りはするんですけれども中の照明も落とされている状況です。国内線はあちらなんですけれども、今回は国際線の入り口から入ります。こちらが国際線のチェックインカウンターなんですけれども、もうこれから国際線飛ばしませんよって言わんばかりのような状態が続いております。また1階にはお土産屋さんも売っているコーナー ATM、 あとはこれは福島の人気品でも紹介するコーナーでしょうか。このようなコーナーが設置されております。ハンドルを回してウルトラマンにパワーを送ろう。今回搭乗する機材が到着いたしました。この福島空港、美島、福島とここに描かれております。こういったアートも特徴的な空港でございます。それではこの後1階の出発カウンターに行ってチェックインの手続き進めていきたいと思います。3階にはカフェがあるんですけれども、現在このカフェ休業中になっております。他にはギャラリーのようなお部屋があります。特別室と書かれております。他にはこちらです、キッズラウンジと呼ばれる子ども向けのコーナーもあります。こちらのキッズラウンジではお子様向けのアイス、ドリンク、おもちゃなどなどもございます。 UFO キャッチャーもございますね。あとは懐かしの記念メダルの販売機、小学生の頃よくやってました。チェックインカウンターに着きましたので、ここからチェックインを済ませていきます。本日はこの後東京羽田空港行きと大阪伊丹行きのフライトがございます。なお大阪行きの18時25分 IBEX のフライトになります。チェックインが完了いたしました。本当にこの空港ウルトラマン推しがすごいです。これの影響が須賀川特撮アーカイブセンター、おそらくここら辺で撮影されているということなんでしょうか。あまり私ウルトラマンであったり特撮ヒーローもの詳しくないので申し訳ございません。そしてこの奥には到着ロビーがございます。この到着ロビーにもウルトラマンが飾れられております。そして外に出るとまたウルトラマンがいたので、そちらもお見せします。これです。名前が分かりません。ウルトラマンダイナとかなんかそんな感じでしたっけ、全く分からないんですけれども、こちらがあります。ごめんなさい、ティガでした。2階に到着しました。2階には地元の名産品、特にお酒、ここが掲げられております。今ご覧いただいているのは会津地方です。会津地方とあとは中通り、そして浜通り、主に福島この3つのエリアで区切られております。他にもこのウルトラマンかな、この特撮の模型が置いてあります。
島空港にはラウンジ F というラウンジがございます。こちら航空会社のラウンジもなければカードラウンジでもございません。単純な有料のラウンジになっております。確か500円ぐらいだったはずです。回数券も販売されているそうです。今回私時間がないので入ることができません。そしてここには飛行機の模型がございます。エアバス320だったりボンキューなどなどもいろんな飛行機が置かれております。そして当面の間国内線の待合室の中売店が休業しているとのことでした。それまではこちらに別の売店ございますのでこちらでお土産を買われることをお勧めいたします。福島といえばこのママドールの有名なお菓子があってこれ買おうと思ったんですけども品切れでした。売店の中にはたくさんのウルトラマングッズも売っているのが特徴です。そしてその奥にはレストランがございます。本日は終わってしまったみたいなんですけども自慢は猿なしソースのカツ丼とのことでした。それではこの後保安検査に進んでいきます。保安検査完了いたしました。現在は大阪行きのみ定期便として運行している関係でここに大阪の情報が記載されております。制限エリア内の売店は現在休業しております。この後は私が乗る東京行きと大阪行きございます。搭乗口は2カ所あります。なお中にはラウンジございません。このような椅子の待合所のみになっております。本日こちら 28A の窓側です。アリアンスメンバー ANA 東京行き1512便をご利用いただきましてありがとうございます。この便は ANA ウィングスの飛行機乗務員で運行いたします。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。 これより機内の安全についてご案内します。シートベルトをもう一度お確かめください。羽田空港到着予定時刻は6時55分でございます。シートベルトサインが消えました。今回福島から東京というとても短い区間のフライトになりますのでシートベルトが消灯している時間は5分から10分ぐらいしかないということでした。福島発着の東京行きですがおよそ55分のフライトになります。この空港を使われる方福島市を目的地という方よりかは郡山であったりいわきこちらを目的地に使われる方が多いと思います。例えば東京からいわきまでJR バス使っても2時間半から3時間ぐらいです。また郡山新幹線が通っておりますので新幹線は1時間半着で到着いたします。バスは4時間ぐらいで着きます。一方飛行機55分、一見早いように見えるんですけれどもそこから郡山であったりいわきまで向かうのにさらに時間がかかります。新幹線に乗っている時間にちょっと前
イナスするだけで福島空港と郡山駅に行きできますので、東京駅発着で考えたらやはりこの区間は電車バスを使った方がやはり便利かなというところはございます。ただし今回は新幹線が一部路線不通になっております。福島の郡山使われる方バスの方がやはり便利じゃないかなといったところもございます。仙台東京間の搭乗率が気になるところです。本日の搭乗率は 22% です。今回の乗客37人ということで、こちらの機材は166人ぶりになっております。よって今回の搭乗率は 22.2% というかなり低い搭乗率になっております。新幹線はまだしばらく普通の状況が続くんですけれども、臨時便に関して福島発着は今日で終わりです。一方仙台発着の臨時便に関しては明日以降もしばらく運行がございます。皆様、飛行機は着陸態勢に入りました。座席にお戻りになり、シートベルトをお締めください。飛行時間が大変短く、サービスが行き届かなかったことをお詫びいたします。現在はちょうど福島空港と羽田空港の中間あたり、茨城県上空を飛行しております。シートベルトサインが効いてからもう5分から10分。スターライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様この先もどうぞ気をつけてお出かけまたはお帰りください。飛行機は間もなく停止いたします。客室乗務員がアナウンスリーでご案内するまで座席上の手荷物を取り出さず席にお座りのままお待ちください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前のお客様と適度な距離を空けてお降りいただきます。お降りの際にはまずはじめにプレミアムクラスのお客様、次に5列目から15列目までのお客様、その後16列目以降のお客様の3段階に分けてお降りいただきます。申し遅れましたが、本日の機材ボーイング 737-800 になっておりまして、 USB ポートが搭載されたタイプのシートになっております。通常であれば皆さん我を先に先にという形で立ち上がられるんですけども、指示があるまで立たないでくださいというアナウンスがあったため、今このように到着し 2,3 分経ったんですけども、まだどなたも立ち上がっていない状況です。ご存知の方も多いと思いますが、本来であれば昨年の夏ダイヤから第2ターミナルからも国際線発着するようになりました。なのでここから第2ターミナル、また第3ターミナルに乗り継ぎができるエリアができてたみたいです。早くここを使うことができる時が来ればいいと思います。羽田空港到着いたしました。私は今第2ターミナルの3階、出発カウンター C と D のところにいるんですけれども、ご覧の通り今 C と D はカウンター閉鎖しているということもありますので、人っ子一人おりません。そんなわけで今私マスクを外してお話しさせていただいております。今回は福島から東京羽田空港行きの臨時便、こちらのレビューをお届けいたしました。本来はこの区間運行しておりません。昨今の地震の影響で臨時便という形で設定されたフライトになります。そして私が乗ったフライトがこの福島の臨時便の最終フライトになります。まだ新幹線の復旧までは少し時間がかかるんですけれども、この福島発着の東京行きに関しては今日でおしまいになります。明日以降仙台発着であればまだ残るんですけど、福島は終わりです。今回のフライト55分のフライトなんですけれども、シートベルトが消灯していた時間何分あったと思いますか？7分です。私は今回普通席だったのであまり関係なかったんですけども、プレミアムクラスにお座りの方は今回7分しか時間がなかったので、この時間帯でしかも6時出発なので夕食が出る時間帯だと思うんですよね。7分で早食い競争かっていう勢いで食べないともうシートベルトサインが
転倒してしまうというバタバタな、東京大阪以上にバタバタのフライトだったんじゃないかなと思います。皆さんどのように過ごされたんでしょうか。今回のプレミアムクラス8席中7席が埋まっているという状況でしたが、普通席はガラガラでした。今回はユナイテッド航空のマイルを使って発券した特典航空券になります。この後実は2フライト残ってはいるんですけれども、本日はこう東京で1泊してまた翌朝からフライト続けていきたいと思っております。そしてこの後は穴守稲荷の駅の近くに安めのホステルがあったので、そこに泊まって明日の朝またこう空港まで戻ってこようかなと思っていたんですけれども、アンケート取ったところ空港泊が見たいという声の方が多かったので急遽予定を変更します。なので今回は穴守稲荷行かずに、このまま私第3ターミナルに移動して、第3ターミナル今の現状こちらを撮影しつつ第3ターミナルで寝たいと思います。福島から羽田の臨時便のレビュー以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは第3ターミナル行ってきます。バイバイ。